どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ナマズは好きですか？ナマズって結構アクアリウムでも耳にする生態ですが、その種類は様々です。ヒゲのような触覚があったり、なんか愛嬌のある顔は好きな人は好きなのではないでしょうか。そんなナマズですが、個人的には結構大きくなるイメージがあります。よくホームセンターとかで売られているレッドテールキャットなんて100センチ超えるみたいですからね。あんなのホームセンターに置いておく生態じゃないですよ。まあそれはさておき、そんなナマズ系の生態を今回は初導入していきます。一癖も二癖もある生態なんで、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速開封から見ていきましょう。今回も信頼と安心のアクアライズで購入してきました。底辺アクアリスト愛用の有料ショップなので、皆さんもぜひ利用してみてください。最近この発泡スチロールの開封も手慣れてきましたね。前までは撮影しながらの開封に結構手こずっていたんですが、もう見らずに開けられるレベルです。今回も結構な種類がいますね。オトシンクルスとかも入ってます。この中に今回紹介するナマズがいるわけですね。種類が多いので、ブラケやバケツを総動員して水合わせをしていきます。基本的に自分は生態を導入する際に点滴法を使用するんですが、通販の場合、安全に生態を輸送する関係上、結構水量が多くなるので、開封時にある程度水を捨てておきます。あまり水合わせに時間をかけると、輸送時の傷んだ水に長時間さらされることになるので、極力水槽内のきれいな水に早く変えたいんですよね。点滴スピードを上げれば別に水を捨てなくてもいいんですけど、そうなると水槽内の水が極端に減って大変なことになるので、だいたい1から2時間で水合わせが終わるよう量を調整しています。すべて開封し終えたら点滴法で水合わせ。ブラケの下に計量カップを置いているのは、エアーチューブの長さが足りなかったので高さ調整するためです。危ないので真似しないようにしてください。というわけで、今回紹介する生態はこちら、逆さナマズです。価格は1匹780円。文字通りナマズの仲間ですね。たまに名前は聞いたことがあったんですが、実物を見るのは初めてです。実店舗では一度も見たことがないですね。偶然アクアライズで見つけて購入に至りました。相場感はあまりわかりませんが、大手通販サイトでは1匹1400円で販売されていたので、結構安い方だと思います。逆さナマズとはアフリカコンゴ原産のシノドンティスの仲間です。その名の通り、逆さまになって泳ぐ姿はとてもユニークで、割とポピュラーなナマズです。最大体長8センチ、適正水温20から28度、水質は弱酸性から中性、餌は池から人工飼料まで幅広く食べます。最大体長8センチということで、結構大きい気もしますが、ナマズの中では小型な部類です。逆さまになって泳ぐという特異な性質から古くから飼育されており、シノドンティスの仲間の中ではサイズが小さいことから人気な生態です。全体的に薄い茶色の体色をしており、濃い茶色がゼブラ模様のように散りばめられています。お腹周りは一般的な生態と異なり褐色です。
逆さナマズは基本的に逆さになって泳ぐんですが、餌を食べる際は餌の種類によって食べ方が変わるようです。浮上性の餌を食べるときは通常と同じように逆さまになって水面の餌を食べるんですが、沈下性の餌の場合は逆さにはならずに食べます。飼育の難易度的にはさっきの情報で出した通り、一般的な生態とほぼ変わりなく、悪天病に気をつけていれば飼育も簡単な部類です。性格も温厚なので混泳もしやすいのは魅力的ですね。餌は他のナマズ同様、若干肉食性が強いようで、生き餌の方が餌付くようです。また、南沼エビのチエビなど、口に入る大きさのエビは食べられてしまう可能性があるので注意が必要です。夜行性で臆病な種類なので、複数匹入れないとなかなか出てこないこともあります。というわけで導入していきます。今回入れるのは気孔石レイアウト水槽ですね。珍しく自主的に出て行ってくれました。導入直後の映像がこちら。気孔石の岩陰に隠れています。やはり夜行性で臆病ということもあり、どこか落ち着く場所を探している感じですね。他の生態は以前紹介したボララスブリジッタエくらいなので、そこまで大きい生態はいません。ただヤマタヌマエビが結構でかいので、ちょっかいをかけられるとそそくさと逃げていきます。なんかこの気孔石の隙間が気に入ったようです。思った以上に力が強く、自分で穴をこじ開けられるくらいのパワフルさがあるので、ソイルを持ったレイアウトの場合はちょっと注意しないといけないかもしれません。こうやってじっくり観察してみると、ゼブラ柄の模様の中にスポット上に等間隔でついている白い点が可愛いですね。なんか一時期流行ったゾゾスーツを思い出します。顔はザ・ナマズって感じで、どことなくおとぼけ顔で憎めないです。ヒゲもチャーミングで、ナマズ系の生態が人気な理由が分かった気がします。ただ思った以上に臆病で、期待していた逆さになって泳ぐ姿はあまり見えませんね。ずっとどこかしらに隠れてじっとしています。夜行性なのでしょうがないところもあるんでしょうけど、もう少しアグレッシブに動いてくれると嬉しいです。どうやらお腹部分がどこかに面しているのが落ち着くようで、基本的に石などのレイアウト素材にお腹をピタッとくっつけて休んでいます。逆さまになって泳ぐのもここら辺が関係しているんでしょうか。とりあえず導入自体は成功しました。それから数日後、なんと逆さナマズを見なくなってしまいました。必死に探したんですが見つからず、導入に失敗して落ちてしまった後、ヤマトにつまつまされたのか飛び出してしまったのかと思っていました。ただ、さすがにヤマトにつまつまされてても骨は残ってるでしょうし、水槽の周りをくまなく探しても飛び出した痕跡がありません。ご覧の通り、そこまで入り組んだレイアウトではなく、あの大きさの生態が隠れられる場所が見当たらず、生きてるのかどうかもわからずに数日悶々としていました。そんなある日、なんか気孔石の下部分に穴が開いていることに気がつきました。最初はそこまで気に留めていなかったんですが、導入前こんなに穴開いてたっけと不審に思ってスマホライトで照らしてみることに。しかしライトで照らしてみても中から魚の影は見当たりません。やっぱりただの勘違いかと思って諦めかけたんですが、数分照らしていると何やらもぞもぞと動く影が。
そこにはなんと、いなくなっていた逆さナマズがいました。どうやらこの小さな隙間をソイルを掘り起こし開拓したようで、なんかちょうどいいスペースの空いた空洞空間に改築し居住していたようです。とりあえず生きていることに安心したとともに、これじゃあなかなか逆さナマズを拝むことはできないなと、半ば諦めにも似た感情になりました。一時はいなくなってどうなることかと思いましたが、なんとか見つかってよかったです。思っていたようなビュンビュン逆さになって泳ぐ姿は見れませんが、たまに見かけるレア種としてこの水槽でしばらく生活してもらおうかと思います。できるだけ前に出てもらえるように複数導入も考えたんですが、先ほどお話したように自力でソイルを掘り起こし洞窟を作ってしまうくらい馬力が強いので、レイアウト水槽に入れる数が多いと崩壊しそうで怖いです。とりあえずこの1匹で動向を伺っていこうと思います。魚自体は可愛いけどなかなかお目にかかれないということで、癖はありますが割とおすすめできる生態です。ナマズ好きな方はぜひ導入を検討されてみてください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。